皆さんこんにちは。クリエイティブ都市イベントシーズンにようこそ。ジェームスリーと申します。世界銀行の東京開発ラーニングセンターにおりまして、今日はこのプログラムの司会を務めさせていただきます。クリエイティブ都市というのは。 芸術クリエイティブ産業の中で文化的芸術的創造的表現活動などさまざまな網羅しています観光も含めてですがこちらはパンデミックで非常に大きな打撃を受けましたしかしながら今徐々にニューノーマルに再開してきているということでクリエイティブ産業がやはり回復を牽引しまた都市の競争力を上げることに貢献してくれることを期待していますこれまでは クリエイティブ都市を構成しているさまざまな側面そしてそれを実現するものを見ていきましたが今日はクリエイティブ都市を京都の経験を通じて主要な要素を模索したいと思いますそして実務家そしてクリエイターの方をお招きして京都クリエイティブ都市レポートという私どもが最近発表したところからの洞察そして経験を共有していきたいと思いますこれは5日間のワークショップを TDLC が ユネスコとともに開いたものそして京都市とともに開いた1月2020年の1月に開いたものから基にしていますこれについてまた後ほどご紹介していますその前に事務連絡ですこのウェビナーは英語で行われますしかし同時通訳英語から日本語への同時通訳がございますですからこのセミナーを日本語でお聞きになりたい方は 通訳のアイコンをこのズームのスクリーンの下のところでクリックしてくださいそして日本語を選ぶことができますまた英語をお話しになる方英語を選択してくださいでその設定をするために少しお時間をいただい差し上げたと思いますその間このセッションを通じて何か発表者に質問をご意見がある場合には チャットにご入力くださいそして最後に Q&A の時間も設けております英語でも日本語でも結構です TDLC のチャットマスターがその質問を集めて発表者に渡しますまたこのイベントは録画されていますそしてその録画は TDLC のウェブサイトでもし何か内容を逃したという場合あるいはそれぞれでまた共有したいという場合にご覧になれます それでは開始したいと思いますそれではまず土橋様京都市観光政策官の方に開会のご挨拶をいただきたいと思いますでは土橋さんカメラが出ていますねではよろしくお願いいたしますはい、皆さんこんにちは京都市観光政策官の土橋です 本日はです、ね、クリエイティブ・シティ京都の皆様の多くの皆様の参加を得まして、このイベントが盛大に開催されますこと、また、こういった冊子、まとめられていただきまして、本当にありがとうございます、お祝い申し上げます。そして、世界銀行の皆様には、このイベントを開催に尽力をいただきまして、深く敬意と感謝を申し上げたいと思います。 さて、ここ京都はですね人口140万人を超える都市で1,000人を超えて都市の機能と文化が一度も途絶えていない世界的にも珍しい歴史都市でございます一方でこうした歴史の中で戦乱や災害などさまざまな危機を何度も経験をしその都度乗り越えてきたまさにレジ,レジリエントな都市でもあります 一つあの象徴的な事例をご紹介をさせていただきたいと思います今から約150年前京都が事実上首都で亡くなった時人口が3分の1まで激減したそういった時がありましたこの時地域の方はましづくりは人づくりから地域の子は地域で育てるとの思いから自分たちでお金を出し合って子どもたちのために 学校を作られましたこれは政府が小学校を設置するより前の出来事であり見事に京都復興の原動力となったこういったことがありましたさらにはですね現在これらの小学校の跡地の一部が京都市の創業イノベーションの拠点として生まれ変わっております当時の地域の方の思いが現代へと 連綿と受け継がれ世界にインパクトを与えるスタートアップ企業を生み地域のさらなる活性化につながっていくこうした京都の市民の力地域の力こそ京都がクリエイティブシティである秘訣ではないかというふうに思っていますさて2020年以降世界中で猛威を振るっております新型コロナウイルス感染症 これの影響によりまして京都経済とりわけ京都観光はかつてない深刻な打撃を受けました京都にとって観光は宿泊業また飲食業をはじめ幅広く京都の経済や雇用を支える基幹産業であるとともに大切な京都の大切な文化の継承発展またその担い手である 地域コミュニティの維持にも重要な役割を果たすものです。経験しまして、えー、まあ、京都あらゆる面で、えー、観光があらゆる面で京都の街を支えていたことを改めて実感しているところでございます。今こそですね、京都がこれまで培ってきたレジリエンスの力を発揮し、コロナからの 京都観光を力強く回復させていかなければならないというふうに思っていますしかしながらこのコロナからの回復にあたってはですね重要なことがありますコロナ前の京都はインバウンドの急増によりまして一部の観光地や公共交通機関等の混雑あるいはマナー違反といった観光課題が生じていました 私たちといたしましてはこのような状態に戻すのではなくって市民生活と観光の調和これを大切にして市民がより豊かさを実感でき地域文化コミュニティの継承発展に貢献する持続可能な観光を目指すことこそが今後の京都のまちづくりにおいて重要であるというふうに思っています。そこでで京都市では 昨年の11月観光事業者それから働く人観光客市民がお互いに尊重し合い思いを一つにして京都を未来へ引き継いでいくための京都観光行動基準を策定しました京都の危機に際してあらゆるステークホルダーが一致団結して乗り越えていけることこれも京都の大きな強みであるというふうに考えています さらに私たちは今年3月に新しい観光振興計画を策定いたしまして「歴史や文化を希望に変える街京都」というサブタイトルをつけました世界中の人々が魅了する京都のかけがえのない歴史や文化をこれからの時代に生きる人々によってとっての力希望に変えていくまた歴史や文化を守り育て生かすことで未来を切り開く こうしたた思いいを込めたものでございますさらには経済格差気候変動などさまざまな社会課題の解決にも寄与し SDGs の達成にも貢献していくこれこそが国際文化観光都市でありクリエイティブシティ京都の責務であるというふうに考えています最後になりますがこのイベントを通して京都が培ってきた歴史文化創造性が世界に発信され 皆様が知見を深められる一助となることを記念いたしまして開会の挨拶をさせていただきますありがとうございました土屋さんありがとうございました開会のお言葉そして非常に、えー、京都市の興味深いエピソードありがとうございましたそれでは本題に入りたいと思いますここで私の同僚のビクター・ムラス 上級都市専門官 TDLC チームリーダーをそして木本遥が TDLC 業務担当官に京都市の会堂をしていただきたいと思います豊かな歴史とそれからクリエイティブシティとしての進化について語っていただきたいと思いますでは遥さんビクターさんお願いしますありがとうございますジェームス京都をクリエイティブシティとしての京都いかに 素晴らしい人材を育てそしてシティのネイバーフードをいかに変容してきたかについてお話をしたいと思いますまず最初に枠組みをご紹介したいと思いますクリエイティブ都市のコンセプト背景そしてなぜこんなことについて話しているのかについてお話をしたいと思います最近常時変容変革の波がありますそしてそれを生活をそして仕事の中でも感じていますしそしてこれが 我々の生活のあらゆる側面に影響を与えていますまた経済の構造にも影響を与えていますしかし我々の将来の雇用そして産業の成長の機会そしてイノベーションということが重要になりますですからこれはコロナウイルスのこのトレンドが加速しているということを見てきていますでイノベーションの活動というのがコアとなる 将来の回復そして新たな展開のコアとなりますではまずクリエイティブ産業とは何かどういったインパクトをもたらすのかについて見ていきたいと思いますでご覧のようにまず、えー、経済成長ですけれどもこのトランスフォーメーションそして社会的包摂を含んでいますそしてこの産業界が何ができるかということでありますそしてこの 魅力的なぜ経済成長かといいますとクリエイティブ,ティブグローバル経済のうち実は6.1%を示していますそしてまた実際にこれが、えー、もちろんもっと大きな割合になっていくと考えられていますいろいろなセクターいろいろな産業においてですそしてこのデジタル化 そして、さらにそれを集約、テクノロジーを集約するということによって、無形経済がさらに拡大していくことができます。また、クラスターを形成することにより、この,、ね、ええこのえ今まで結ばれてきた人たちをさらに活用することができます。新しいイノベーション活動、例えば、スタートアップ企業が登場します。そして、その中で、この中で、先ほどの冒頭の話でも、ごおりました。 そしてまた優秀な人材クリエイティブな人材を有効に活用することができるようになっていきますトレンドとしてさらにク,ク,クリエイティブにおいて自由化をしそしてこのスペースの中におきましてまさにこれを加速してスピードアップしていくことが都市においてできるわけですそしてまたさらにこのクリエイティブな人材を集めることによって先代的な形で、えー、社会的包摂を実現することができます これが社会的なファブリックを、えー、再建しそしてさらにまたスキル習得に役立ちます、えーえー、住民に対してですねそしてまたさらに文化的な遺産あるいは活動というものをさらに活性化することができますいろんなグループで潜在的なポテンシャルを持っています、えー、そしてこれによってそのコミュニティにおいてさらに拡大するものでありますではどうやって こういった、えー、都市にこのようなものをどうやって持ち込めばよいでしょうか世界銀行でそのフレームワークいろいろと考えましたそしてユネスコと協力をしてこのフレームワークとしてどのようにその政策決定者が え、クリエイティブな、クリエイティブな都市を構築して、さらに拡大成長させていくために、どういったことができるか、特に政策決定者を助けるためにいろんなことを考えました。京都に、この中でこちらのスライドの右側に、こうに書いてございます。非常に複雑には見えますけれども、これをもう少し単純に説明したいと思います。まず、成果として達成したいのは、この外部的な 空間上のメリットそしてまた都市化そしてトランスフォーメーションそして社会的なメリット経済的なメリットと考えられますそしてそれが外側にあるわけですがそしてまたそれのための資産およびリソースがあります。これによって、えー いかにこういったその成果を導き出していけるかということが必要なのがそれを可能にしていくアンネーブラでありますこれを6つ考えましたアンネーブラとしてはこの報告書にも記載されていますがこの枠組みの第2階層として考えましたそしてこれをフレームワークを実際に京都市に当てはめて適用しようと考えましたまたこの3つのアンネーブラ都市インフラ及び居住性そしてまたスキル及びイノベーション そして、ネットワークその他うがうです。そして、またユニークなまたデジタルの環境でユニークさ。そして、またデジタル環境。そして、インクルーシブな法制的な機関ということも含まれています。それではお願いいたします。えー、ビクターさん、ありがとうございます。ミキハルカです。そして、多くの方々が京都を訪れていますが、あるいは京都からも東京からもいろんな方が今日はアクセスしています。そして、参加本当にありがとうございます。では、まず。 京都都都をををクリエイティブな都市市とととととしてててこここの都市にどういうういいいいいるかということを考えてみたいと思いますず、まあ、そもそも京都についてですが京都はどのように変革してトランスフォーメーションを起こしていくかということですが京都というのは非常に、えー、観光の中心でもありそしてたくさんの神社あるいはお寺がありますそしてユネスコのさまざまな指定の遺産もありそしてまたもちろん伝統産業もいい京都では有名です。 えー、あまりご存じないかもしれませんが、えー、伝統産業そしてクリエイティブアセットというものはそしてデジタル経済には、えー、現在1990年代以降デジタル経済特にそれを組み合わせていこうという取り組みが進んでいますそしてニューヨークやロンドンバルセローナあるいはベルリンと同様にですねそういった取り組みが進んでいます。ままたた京都にいたしまししはこのの中で第4の波として オープンの、えー、テクノロジーとして新しいウェブの波のクリエイティブコミュニティを形成されようとしていますそしてこのは東山あるいは、えー、東山及び祇園エリアも近くそしてまたさまざまなコーワーキングのスペースがありますで最初にこのクリエイティブな近所、えー、場所を作ろうということで最初はこの京都駅の北側にこのように 考えられました少し南にもありますが京都駅からしたがってここで何が起こったかといいますとこのデジタルビジネスが90年代におよび2000年から中央商業地に台頭してきた時にこの京都駅の周りにそれをよりクリエイティブなコミュニティを作ろうという動きがあります。 で具体的に見ていきましょう多くの方が実際こうやってクリエイティブなネイバーフードそしてコミュニティというものが非常に、えー、民間主導だと思いがちですがしかしこの点のもちろん民間も重要なアクターでありそして京都の場合にはこのように、えー、京都市自身がこの市が非常に大切な役割を果たしていますまた一連の政策も同様ですそしてまたこのような、えー、3つの要素を紹介したいと思います。 最初の要素は京都市自身がクリエイティブなその無形資本を温存していくということがありますそしてこれが基本的な最初のアプローチです本質的な基礎的なサポートしていく役割ですこれは非常に日本全体に著名なことですがまた京都市はさらに都市の再生をキャタライズしていこう。 とととといいいうううここでですすなっててさらにそれを活性化しアクセクス性それから居住性そしてさらにさらなる改善をその地域レベルにおいて行っていこうというものですまた政策としてご覧のようにさらにまた後で見る垣間見ることができますまた都市によりましてさらにこのカタライザーとして役割ます非常にその中でいかにカタライズをしていくかカタライズングをしていくかということでその都市として 完全にこの繁栄していくためにもコミュニティ全体のエコシステムを活用することが必要だからです。そしてこのアーバン都市計画とってしまして非常に最適なものがあります。ご覧のようにこのケーススタディでもショートになっていますが東部エリアと西部エリアとこの京都駅を見た場合ですねこの2つのエリアがあります。この2つのつエリアが 後でまた、えー、ビクターと共に説明いたしますがこれらの両方の西部エリアも東部エリアも、えー、政策としてそこを、えー、カタライズしそしてこれらのエリアにおいてこれをクリエイティブコミュニティのクラスター化を作っていくということでそしてクリエイティブなネイバーフッドを作っていこうというものでありますでは今度はスライドで今度はビクターさんに説明お願いしますはい今 えー、三木遥さんの方から説明がありましたポリ政策に関連することもありましたそして実際にこの、えー、都市のトランスフォーメーションということを考えますと非常に大切な役割を果たしていますこの中で、えー、京都市が大切な役割を果たしそしてまた、えー、居住性をさらに高めそしてその情景状態をクリエイティブコミュニティで、えー、それを作り上げていくわけですがそれだけではもちろん十分ではありません いくつかのトリガーが必要ですその中でこのようにトリガーとして通常この中でクリエイティブスペースにおいてこういったトリガーがあります例えばこの中でコーワーキングスペースも含めてコミュニティを作っていくことができますこの中でコミュニティとして構築するクリエイティブな人材を引き捨てることができるわけですこの場合におきましてはさらに異なるタイプの クリエイティブスペースを作り出し、そしてクリエイティブコミュニティを作り出していくという影響を、そしてトランスフォーメーションを実現しています。三つの主な役割があくります。まず一つがカタライザーですね。そしてアンプリファイアとコントリビューターです。この中でカタライザーの大切な役割といたしまして、特により人々に影響を与える、クリエイティブな人々に影響を与える、そのクリエイティブ経済の権威者です。 そしてトレンドを設定しキャタライザーとしての役割力を発揮していくそしてまた最も興味深いところでもありますそしてまたさらにも多くのコントリビューターとしてさらにコミュニティが最も大切な役割を果たしていくことができるわけですそしてアンプリファイヤーが真ん中にありますこのメインのソースとしてこのキャタライザーの背景でさらにそれを増幅していくことができるわけですね。 増やしていくことができるわけです非常にうまくリンクをしてつないで、えー、そしてうした入クさとつないでいくことができますまた無形のクリエイティブ資本とともに作り出していくことができるわけです基本的にはこのような形でローカルアセットとクリエイティビティ想像力を活用してクリエイティブコミュニティを作り出していきますそれについての例も後でご説明していきます そして最後コントリビューター貢献者ですクリティカルマスにアートを持っていくそして大きな影響を集合的には与えるものですではこれはもう少し掘り下げていきましょうネイバーフードということになるとまず東部のネバーフードから見ていきますで、はるかさんから西部について説明していただきますで、1枚戻っていてきますかまずここで少し止まりたいと思います 京都にいらしたことがない方京都をあまり知らない方東部のエリアというのは先ほどご紹介しましたが以前は荒廃したところでしたしかし町屋そして古い家もあったわけです町屋というのは京都の古い建物ということですでこれたくさんありますそしてこのしかしながら荒廃したところであまり 発展してなかったしかし非常に、えー、興味深いところそして人々が魅力を感じるところそして、えー、駅に接続性が良かったわけですでこの東部の変容について見ていきましょうでこちらでは、えー、時系列が分かりますこのクリエイティブなスペースがどんなふうに発展してきたかということですコミュニティを作ってきたかで非常に興味深いことが起きていますまずは 第一人者最初に2009年ぐらいに入ってきたわけですけれども、ま、ず例えば、まあ、じゃあこれちょっとよさそうだなと思ったらでも誰も何も知らないと、まあ、ほんのごく少数コミュニティの散発的なものだったわけですがしかしこれがまたさらにこの北部の方 京都駅に近いところそしてもっとクリエイティブな人材がいて企業にも近いところでしたそしてここでやはり時とともに南への動きが出てきました。 で、えつまりクリエイティブの人たちが北から南へとコミュニティを作り出したということは軽微回転です。またクリティカルマスの影響です。最初は小さかった。そしてそれは指数関数的な成長になりました。そして本当に飛躍的な発達があったわけです。というのはソーシャルネットワークをこのコミュニティで作ったわけです。ソーシャルネットワークが作られるとすべてが加速してきます。そしてこの重要な瞬間が始まったのが2009年でした。 やはりスタートアップの運動が京都でも起こり始めた時ですそして2014年になりましたこのこ,こから加速してきますそしてカタライザーが入ってきたファブカフェが入ってきたことでさらに加速しましたそれではこの実際に地域を見てみましょう先ほど見ましたように、えー、北部から南部への動きがありましたオミナカタライザーファブカフェです そして非常にコミュニティがファブカフェを中心に集中していますでここにすべてが集まってきたわけですで非常に大きな集中が見られます北部から南部へと移ってきたということですそして政府の介入一番最初大きなものは南部です京都市立大学芸術大学がやってきたということそれによってこの近隣地域ネイバフードが変わったそして京都駅の北部そしてそれから南部へと移動してきたと ということです政府の介入によってさらにこのクリエイティブのネーバーフードを加速させたということになりますで、これがどんなスペースなのかを見てみましょう先ほど言いましたように主なカタライザーはファブカフェ京都ですこんな状況ですこのスペースは多くのコミュニティを作るところそしてまさにクリエイティブの 人材に出会いたいそして技術そしてスタートアップとの人脈を作りたい場合にはここに来るわけですファブカフェですからファブリケーション製造ということがありますでさまざまな繊維そしてアートなどの産業と結びついていますで次のセクションでさらにお話があります次にアンプリファイヤーアジキ路地ですなぜこれがアンプリファイヤーなのかマチ家がたくさんあります そしてここはアーティストが住んでいるところレジデンスアーティストインレジデンスということでアーティストがやってきて、まあ、自分たち成長するまでここに住むことができるわけです広報となっていますそして次にコントリビューターですがボックスニードルというカフェがありますこれはトレンディーなカフェですたくさんのクリエイティブの人材が集まっていますそしてこのコネクトをしたいとゴールデングッズカフェというところです で,ですからもっとこのインタラクションはダイナミックなものですけども伝統的な京都と新しい人材が交わっています着物を着ている人と着ていない人が集まっているわけですではじゃあインパクトは何かということを見てみましょうこうしたことが全て経済的な効果につながっています我々の分析としては家賃ですこれを経済開発の代理プロキシーとして見ています 家賃がどれだけ時間とともに上昇してきたかコミュニティが発達してくるにつれです京都で一番家賃が高いところではないけれどもほとんどのダイナミックなエリアと同じように成長してきています市内の中心商業地と同じぐらいの成長率ですやはりもちろん市の中心地と比べては大きな差はありますけれどもトレンドが重要ですで、はるかさんの方から西部地域エリアについて説明してもらいますビクターありがとうございます 非常に似たようなパターンですけれども、西部と東部の違いは、西部はまだ黎明期にあるということです。東部のエリアがまだお兄さん分、そして西部エリアはまだ弟分ということです。で、この西部エリアというのは市場、市場から始まりました。また、変容が公共スペースで送りました。梅小路京都西、公園など、これが、 公園に変わわったわけですでこのイノベーションがありまたさまざまなコミュニティのクラスターができたそしてスペースのクラスターができたわけですそしてこちらでは西部と東部の違いとしては東部に関してはカタライザーこれは東京メーカーズガラージが開いてそして それがさまざまなアンプリファイアコントリビューターを呼ぶことになったわけです。詳細にはお話ししませんけれども何人かのスライダー写真でご紹介したいと思います。それによって西部地域がどんなことを提供しているかお分かりいただけます。こと京都メーカーズガラージこれをカタライザーと我々は名付けました。で牧野さんの方からこのセッションの後にお話があると思います。またアンプリファイアとしてはカガンホテルがあります。 こちらもアーティスト・イン・レジデンスのホテルですえ。つまり国際的な海外のアーティストにも開いています。で、この地域を再生しているということです。で、このスライドをまず、このプレゼンテで最後に、実務家に対しての知見ということで終わりたいと思います。もともとの4枚のスライドに戻りますけれども、最初のスライドに戻りますけれども、 様々なレッスンが実務課にあります主要な成功要因クリエイティブ都市のイニシアチブそしてそのキーサクセスファクターとしては地域経済の発展ですまた都市のアクターがいかに文化資本を維持できそしてそれを拡大しそしてコミュニティを作れるかということです。で2つ目としてはこの アジェンダがいかに都市の再生につながっていくかネイバーフードあるいは地区レベルにおいてできるかですそして最後にこれが社会包摂的な形でできるかということです特にコロナ禍の中で人々が貴族感を求めている中でできるかということですそれではここでまたビクターに最後まとめてもらいますはるかさんありがとうございます では京都の成功事例から何が学べるかということですがいくつかのアクションをまとめてみました詳細はレポートをご覧いただければと思いますがこれが主要なエリアとしてやはり都市の実務化として京都の経験から学べることだと思いますまずは、えーえー、地域の環境を守るということですつまりそのユニークネスそして、えー、文化遺産を、まま、守るということです町やあの京都に行くとそのいろいろなところで目にします そして昔に戻ったような気がします。それはこの都市が本当に京都市としては大切にしているものです。で、これは継続する。これをこれは地域市環境のまを守るということです。それから次にはさまざまなクリエイティブの目を見つけていくとですね。これは再生できるのではないかとか、でもっとクリエイティビティを発揮できるのではないかというようなものを見る、正確にこの地域はどんなのかわからない。いろんなものかもしれません。 まあショットガン戦略ということでいろんなものにまず数を打てば当たるという形でやっていくですねそれからその能力を改善していくとそして居住性を上げていくということそうするとまた活性化してくるということになりますそれがまず3つ目それから4つ目としては大きな都市の再生プロジェクトを をやっていくということですねそれは京都私立大学のものだと思いますまだ発展途上になりますけれどもクリエイティブコミュニティが発展するには時間かかりますで、それをやったときにえ興味深いことはアクション5と6が同時に行われたということです つまり京都は常に地元の住民をこの変容プロセスに巻き込んだということです。地元の住民が支持していたそして地域のコミュニティの一環となったそしてネイバーフードの変容の一環となったということですそして京都が具体的な支援を戦略的にしてそれを触媒的な役割を果たしたとつまり都市の再生そして地区の再生そしてよりクリエイティブな潜在性を引き出すことの加速をしたということです。 概要を京都の事例に関してお話ししましたで、どういった経験があったのかクリエイティブ都市として、まあ、これをいかに具体的なネイバーフードでやっていくかということをお話ししました京都にはいろいろな活動が行われていますで、皆さんにとって有益なものになったかと思います一つ京都で興味深いのは この古い伝統と新しいものを結びつけている新しい人材そしてクリエイティブというの結びつけているとです。で、この技術スタートアップそしてイノベーションクリエイティブな人材とこの伝統のコアの資産をいかに共存させていくかということですで、これは非常に良い例だと思いますえ市の変容コロナの後ニューノーマルに行くときにいかに都市が居住性を持ち持続可能性のあるそしてグリーンなそして この内在的な資産を守っていくか、そしてお笑い見ないとって良い環境になるかということの例だと思います。そしてこれがおらの中でまたさらに細かい詳細についてはレポートなどをご参照ください。どうもありがとうございました。えー、ビクターさん、それからはるかさんありがとうございました。非常に包括的な概要ということで、えー、写真を見ていても非常に京都を訪問した時の記憶が蘇ってまいりました。それでは。 このプレゼンテーションの部分は終わりましてここからは、えー、パネルディスカッションに移りたいと思います、えー、このクリエイターとしてそれぞれの、えー、京都の方々とお話をしていきたいと思いますここ,で、えー、ここでまず諏訪光弘さんを紹介しますロフトワークの代表取締役社長であり共同創業者です20年以上の経験をクリエイターデザイナーとしての経験がございます またさらにいやそれからもう一人方牧野さんものづくりベンチャーズの共同設立者であり兼 CEO ですそしてスタートアップ企業と共に仕事をしておられまたクリエイターこの分野におけるクリエイターと共に仕事をしておられますそしてまたビクターさんもこのパネルディスカッションとして加わってくださいそれではどうぞジェームスありがとうではまず この中で諏訪さん牧野さんにこの、えー、中で話をしてもらいたいと思います先ほどのプレゼンの中でカタライザーの話をいたしましたカタライザーとして一つの主要な、えー、変容をもたらすそしてそのネイバーフードに変容をもたらすものの一つの大きな駆動要因ですドライバーですそしてその中でカフェもありますクリティカルなインフラとしてさらにまたその、えー、メーカーカ京都メーカーズガラージがあり 野さんのベンチャーであるわけですがそこも大切な役割を西部エリアにおいて果たしておられますお二人は今日はお参りに来てきて非常にうれしく思います彼らの経験を話してもらいたいと思いますそれではまず概要ということでそれぞれお話をしてもらいたいと思いますまず諏訪さんの方からお願いいたしますこのカフェそしてを説明していただきそしてまたその後続けていただければと思いますどうぞはいはい それでは私のスライドを紹介いたします私の方でハブカフェだけではなくて、えーえー、この親会社でも運営しておりますこの動画をまずご覧ください s shoes. <S このシューズは非常にクリエイティブなものですかっこいいものですスマートシューズでありまして アップででコントロールできますまた主にそのパフォーマーあるいはダンサーがこれを使うことができるわけですね。これが制作過程です。そして実際に入っているところです。モーションセンサーを活用しそして SDK もできています。そして iPhone のアップであるいは Android のアップで活用することができます。 そしてこちらが別のブランドですがもっと大手のシューズメーカーですナイキやアディダスオディ、えー、でもほど大きくはないかもしれませんがしかしかなり有名な日本での有名な中堅メーカーですオニツカというブランドあるいはアシックスをご存知でしょうかこちらが新しいアシックスの製品です スマーートシューズなんですねそして iPhone とつながっていますそれではこのオルフェコアオルフェという名前で実際に購入することができますインターネットから買うことができますそのアップですそしてということは Asics で この投資を行いスタートアップ企業に投資を行いすなわちオフラインに投資を行いスタートアップ企業ですそこのスタートアップ企業がこの7年前にこのようにヤマハとイベントを行いましたこれは著名なピアノあるいはそういった演奏ですねこのようなカー奏も行いましたそしてこのようなテーマで行ったわけです こちらがそのこのオフフェがスタートした瞬間です。非常にこれを人に面白いものでありますが、まさにこのオフフェがスタートしたとき、オフフェの創業者はこちらの方です。このように非常に若い方ですね。 そしてファブカフェフファブカフェに関してですがこちらがえ世界で12のファブカフェがあります日本には4つあります他には主に日本以外にもフランスに2つありますしまたベルバルセローナにもメキシコにもございますそして我々のタグラインはコミュニティファーストということなんですね、えー、ファブカフェだけじゃなくて、えー、まさに この3つを考えるわけですそしてファブカンフェでさまざまなコミュニティがありますこれは材料に関するものそしてこのガラスをご覧ください非常にきれいなガラスですねガラス素材ですがこれはゴムから実はできていてそのメーカーがこちらです非常に古典的なそして古いスタイルのゴムおよびシリコンメーカーですそしてこのようにシリコーンでできた グラスでクラウドファンディングで資金を応援資金を集め非常に成功しましたこのガラスを実はゴムからできているこのガラスであり非常に柔らかいわけですしたがって赤ん坊でも扱うことができるしまた屋外のキャンプに持ち出すこともできますということはゴムおよびシリコンですので従来の 古典的なままさに製造法ででできてしまうわけです世界的にも各国においてフ,ルフリエタイプの工場あるいは企業があると思いますがこういった若い良い優秀なデザイナーとコラボレーションすることによって非常に新しいビジネス新しい大きなビジネスチャンスビッグチャンスが生まれうるわけです。これはまた別のアメンティーですが このそしてこの中でこの中ですでに3年これが展されていますそして400以上のデザイナー400人以上のデザイナークリエイターが参加してこのコミュニティを形成していますそしてこちらが、えー このスネルのコミュニティでこの匂いのコミュニティですねそしてバンコクでヤドムをご存知でしょうかヤドムというのはこのような形で皆様方もご存知かもしれませんある会社がバンコクの会社なんですけれどもこのを日本にこれをこういった製品を輸出したいと考えましたそしてプロジェクトとして彼らとファブカフェバンコクで プロジェクトが組まれそしてアメリカにおいても新しいこの宿の経験をしてほしいということで、えー、生み出したわけでありますこれはまた別のストーリーですこれはヒダ山中にありますファブカヘファブカヘカフェヒダがありますヒダというのは日本の地方田舎にあるわけですがご覧のように95%は森林で囲まれていますそして1日あたり、えー えー、6, 人しか訪れませんし,し6,000人ということは、えー、新宿のの秒間の、えー、人口と匹敵しますそしてし、えー、政府としても日東役所の方からこの笑いに投資をしてくれたわけですがただ彼らの課題というのは、えー、森林です森です。で日本におきましては多くの人々が、えー、どんどん高齢化が地方では特に進んでいます。 平均年齢はだいいいた歳らですそしてその中でこの中の焦点としては建築建築家に焦点が当たりました多くの建築家がこのように木材を使って木材ボードを使って建築をしてはどうかということを考えました飛騨の木材を活用しようということでこのようにウッドクラフトのこのように木造のスタジオで製材所でこのように作ろうというものですこのようにえ建築家が この飛騨の広葉樹を素材として作ろうということでこのコミュニティとしてこちらに集まりましたそして、えー、ビジネスがその後どんどん拡大し3年目そしてプロジェクトとしてこの実際にできた製品がこういった猫のお家もできてしまいましたこのように、えー、素晴らしい彫刻的な日本の猫1100、えー、万円で 100万円ということですから米ドルでいうと1万ドルぐらいでしょうかおよそ1万ドルのコストの猫キ,キャットツリーができたわけであります若い建築家は皆左,左にやってきましたで非常に良いコミュニティを作ってくれましたニューヨークからも来てくれましたということでこの森林の問題ですが これは100%解決されたわけではありませんけれども、まあ、ある程度この森林の問題に関して建築家のコミュニティによって何らかの解決策を出すことができたとですからコミュニティと都市とその関係ということがメインのトピックですで今メキシコシティハノイそして富士でもやっています次のファブカフェです特に富士市ですこの景観です 古い繊維会社がありますこの繊維フェスティバルがこの12月に行われますぜひ、えー、富士市を訪れてみてください以上ですありがとうございました諏訪さん非常に多様なああ コミュニティの構築のやり方そしてさまざまな場所での経験をご紹介いただきありがとうございます経験そして東京その他さまざまな場所の経験をご紹介していただいていると思いますこれによってファブカフェがカタライザーとしてどんな役割が果たすのかそしてどんな効果影響をコミュニティの構築にあたっているかについて見解を深めることができましたでは牧野さんにお願いしたいと思います牧野さんからも 特に京都での経験がありどのようにオペレート、オペレーションしてきたかどんなインパクトを与えたかについてお話をいただきます皆さんこんにちは牧野と申しますものづくりベンチャーの CEO 共同創業者ですものづくりベンチャーのミッションえ我々 このハードウェアのスタートアップを支援していくということですけれどもなぜモノづくりベンチャーなのかハードウェアのベンチャー企業というのは問題はいろいろありますけれども一つは製造ですということでそこにサポートするスタートアップのモノづくりを助けるということですそしてスタートアップの会社に投資をするということですモノづくりベンチャーというのはベンチャーキャピタルですスタートアップを,しハ,ードウェアをしハードウェアのスタートアップを支援するわけです2つのサービスがありますビジネスサービス2つです1つは 金融支援です我々はベンチャーキャピタルですから資金をスタートアップに投資します IPO とか M&A をたあるいはサポートしたり EXIT をサポートしたりしますそれからもう一つのサービスは技術的な支援ですこれがユニークなポイントです他のベンチャーキャピタルとは違う点ですほとんどのベンチャーキャピタルは焦点はサービスインターネット そして投資をするということに焦点を当てていますが我々スタートアップをハードウェアのスタートアップを支援しているということでいくつかの製造のサポートが必要ですですからテクニカルチームが我々の社内にいますそしてオムロンシャープミノルタなどの元社員ですですから非常に特別なあ製造に関する経験を持っていますですからサポートができるわけですハードウェアのスタートアップの支援ができます でこれが我々のユニークな点ですテクニカルサポートですもちろん少量生産大量生産ファブスペースなどがありますつまりスタートアップ企業の期待に応えることができますで今日はこのファブスペースに焦点を当てていたいと思います京都メーカーズガレージですご紹介としてです京都メーカーーカズガレージは このファブスペースです。すべての人のファブスペースです。3D プリンター、レーザー切断機など、誰でもこの機械を使うことができます。いくつかご紹介しますこの動画をご紹介します。 京都メーカーズガラージファブスペース一体どこにあるのでしょうかここは京都メーカーズガラージの場所ですもちろんすでに説明さがあったように京都の西部エリアです京都駅の近くです梅小路エリアと言われています京都メーカーズガレージは梅小路エリアにあって梅小路エリアというのは非常にユニークな場所です 夢小路エリア京都の中央卸売市場がありますそして機能はしていますけれどもその貨物の量というのは少し下がってきています卸売市,市場の店舗をいくつか閉鎖されていますですからあ空き地のガレージスペースがありますで京都メーカーズガレージは 以前はこのガレージだったわけですけどもそこをファブスペースに改装しましたでこの空の空き地のガレージがたくさんありますでこの京都の中で埋耕事例というのは新しいところになっていますでテクノロジーの中心でもあり我々はテクノロジーと食とアートに焦点を出て,ていますそして クリエイティブな街クリエイティブなエリアを作ろうとしていますで、いくつかそのサポートをご紹介しますカガンホテルこちらはアーティストのホテルです多くのアーティストがこのホテルをスペースとして使いクリエイティブの作業をする場所として使っていますで、ホテルには多くの人が滞在できますで、地下のエリアはギャラリーとなっています 誰でもそのアーティストの作品、え工芸作品などを見ることはできます。次はバーベキューコートです。これはフードコートだったわけですけれども、ガレージスペースだったわけです以前は。しかし数年前にそこは閉鎖されまして、で新しいオーナーが改装をして。 バーベキューコートに来ましたオープンスペースにしたわけですで誰でもこのスペースを使ってええ食を出すことができますで、それから大きなサイエンスパークがあります100、500以上の企業がこのスペースを使っていますこれは小さな町、イノベーションの町となっていますで、京都リサーチパークにと緊密に協力して多くの人を支援しています で我々新しい建物を建てましたものづくりビルディングです。この,このスタートアップ企業あるいは中小企業を対象にしています。そして DMG 森がえ金メタル CD プリンター 3D プリンターそして五軸の CNC を提供してくれているので誰でも使える安価に使えますで。共同作業の場所でありプラズマ あるいは中小企業などがこ,のここに参加していくことができます。そしてものづくりベンチャーもここにいます。で我々が非常にクリエイティブなエリアをこの目工事エリアに作っているということです。以上ですあありりががととううごござざいいままししたたさん まずこのスペースをどんなふうにスタートしたのかそして全体的なこのスペースで果たした役割そしてこのスタートアップに対する支援についてもご紹介いただきましたそしていかにこのネイバーフードの開発を助けたか市場ですけれども非常に興味深い見解をお話しいただきましたそれではこの時点で質問にいきたいと思います。まあえー シャットマスターのジェームスから質問を紹介していただきたいと思います諏訪さん、牧野さん、あるいはもっと後半な質問があるかもしれませんのでえ、まあ、一方でちょっと短い質問が諏訪さんと牧野さんにあります。1つ興味深いこのお二人のプレゼンテーションの点としてはこのさまざまなコミュニティの写真を見せていただきました。えお二人とも非常に強調していたのは このスタートアップをどのふうに支援したかえつまりパーティーをするとかただ楽しむというわけではないこの最終的な目標としてそのスタートアップとのつながりをつくるそして他の企業とも協力して新しい産業新しい製品を生み出しているわけですねですから簡単にごく簡単にこうしたモデルがま都市でどんなふうに進化していると思いますか 佐さんいろんな都市のご紹介いただきましたですからまず佐さんまあ2分でお答えいただけますかこのトレンドがどんなふうに進化しているか次は何でしょうかそうですねいろいろなファブカフェを先ほど紹介いたしましたがこの中でファブカフェ京都を特に考えたいと思います京都におきましては 100年といいうのはは長い期間ではありません1,000年以上の会社が京都には非常に長い間の事業をやっている企業が存在しものによっては100社以上の会社がそういった形で長年例えば1,000年やっているところもあるわけです。13年前のことですがということは非常に。 我々はむしろ会社新参者でありそして新しい企業であるわけです京都においては。従ってその中で選んだものとして適切なエリアとして合場エリアを選びました。えー、いくつかのレストランがあり15年前ほど前ですと特にヤクザも存在し そして近くにヤクザのオフィスもありました。まあもう今はなくなったんですけれども当時はヤクザのオフィスもありました。ということで今では新しいいろいろなカフェおしゃれなカフェもあります。そしていろいろな雰囲気があります。新しいデザイナーやクリエイターがオフィスを構えています。えー、そして我々の周りにですねまたホステルもあります。新しい カルチャーが文化が来ました。これが非常に大切なポイントでありまして、どのように選ぶか、新しいエリアとして選ぶか、選択するかというのも大切なポイントだと思います。そういった中で同様の体験をしたことがあるんですが、えー、この親会社ファブカフェの親会社で21年ほど前になりますが。 マンハッタンニューヨークのエリアでそういった経験をしたことがあります。人工的な、まあ、双方地区ですねそしてアーティストやデザイナーを集めて非常に荒れた地域でしたがだんだんとそういったカルチャー文化が形成されそして人々が集まるようになりました。ですから新しいこの新しいバイブやカルチャーをどのように形成するか。 ということでやはりデザインあるいはデザイナークリエイターといった人たちが文化を形成していくんだと思います、えー、特に音声が聞こえておりませんはい、どうもありがとうございました、えー、諏訪さんそして 直接体験をお話ししていただきましてありがとうございました。牧野さんにもお話をお伺いしたいんですが次のご自身の京都にとってこれからどういったことが起こるべきでしょうかこのプロセスをしてこのアートと一緒にしたいくことでいかがでしょうか先ほど申し上げましたように私とは新しいコミュニティをこのエリアにテクノロジーものづくりとアートと組み合わせて作ろうとしています。 そしてテクノロジーのスタートアップ企業がこの地域に集まってそして私どもは投資を行いましたスタートアップ企業で日本のスタートアップ企業だけじゃなくてアメリカやさまざまな外資のスタートアップ企業ですそして同様のコネクションを他の海外の企業とも作っていますそしてこういったテクノロジーを活用してこのプロジェクトを成功このエリアで成功させようとしていますこの梅工事という地区におきまして実践しようとしています 牧野さんどうもありがとうございますそしてかなり質問が来ています、えー、このチャットボックスのところに来ていますねではお,お二人にえ質問していきたいと思いますいくつか私の方からえ選んでいきます私の方で一つの質問に答えましたまず性別ジェンダーに関する質問がありますコースとグローとしてジェンダーに関する質問がありました 京都及びローカルコミュニティにおきまして実際にアクションが女性の役割を向上するために全体の中でリーダーシップへの参画も含めて私が女性だから選んだわけではありませんしかし非常に興味深いことがリサーチで分かったのは多くのものは多くのコミュニティスペースにおきまして例えばアジキロジそしてまたインタビューにおきましてあるいはボクサーニードルでこの中でレポートの中でご覧いただくことができますこれらは女性の起業家が 様々なプロジェクトをコミュニティレベルで行っっていらっしゃいますですからこれが非常に興味深いことでありまして投資計画というのは京都市におきまして男性も女性もお会いいたしました、えー、おそらく残りの他のスピーカーの方々にジェームスさん1つ質問を選んでいただけますか特にビクターの方から答えることができると思いますはいそうですね 質問をさせていただきます一つの質問としてはビクターさんにお伺いしたいのはどのようにしてコミュニティとしてこのようにローカルコミュニティとよりサステイナブルな形にするためにはそして包摂的にするにはどうすることができるでしょうか。京都というのはこの地元の人たちがやはり観光客とは別々と分かれているという意思もいたしますがそういった中で京都 においてクリエイティブなコミュニティが京都に到着することに関してどう感じるでしょうかどういう活動を地元の方々はやってるのでしょうか菅野さんにプロフェッショナルでコミュニティを作るという専門家ですからどのようにインクルーシブにしていらっしゃいますかすなわち社会的包摂ということをどうやってやっているでしょうか菅野さんこの質問最初にお願いいたしますそしてまた菅野さんもお願いいたします そしして非常に難いいご質問だと思います私の考えではこの中でやはりコミットメントがローカルエリアでのコミットメントが必要ですそして観光客が京都に来なくてもその既存の実際に京都に住んでいる人たちが大切でありそこにいらっしゃる方々ですでいかにそういった中でコミュニティを作りたくさんの人々また、えー、多くのローカルのメンバーが必要ですそういった方たちが中核となって コミュニティを形成していくことができればそして京都に来た形も一緒になって、えーえー、活動ができると思います以上は私の答えですどうもありがとうございました、えー、菅さんの方から何かありますかそうですね、えー、どうやってコミュニティを維持していくかなちイノベーションや新しいスタートアップ企業を作り出していく上でそういった目標がある中で イノベーションというのは新しいテクノロジーや素晴らしい創業者やチームからできるものですけれどもしかし自分自身に閉じこもらずにむしろそういったことを当たり前のことではなくそしてまた人材として非常に重要です。まずコミュニティファーストを考えることが一番大切です。多くの人々が将来を良くしていきたい新しいことをスタートしたいという方はたくさんいらっしゃいます。でではどうやってスタートすればいいののかこの中で 私のアドバイスとしてはぜひファブカフェにご覧ごお越しいただいてそして小さなイベントを開催してみてくださいあるいは参加してみてくださいそこにクリエイティブな方たちと実際に会ってそしてクリエイティブに人たちがご自身をサポートしていくことができると思いますエンジニアもいるしまたデザイナーもいますそしてもちろんシニアの起業家もいますそういったイベントを23回繰り返せばコミュニティが自体が形成されていきますこれが そのパターンとして見受けられるわけでありましてコミュニティとしてさらにその次には目標としてあるいはビジョンを形成していくことがさらにできていくと思います場合によってはこれによって実際にスタートアップが生まれてくるわけですですからまず最初は小さなことから始める例えばイベントを開催するという小さなことから一歩を踏み出せばいいかと思いますお二人ともご意見ありがとうございましたご答えありがとうございました実際にアクションとして行動として起こされていますさまざまなところで えー、この分野で最初私が訪問いたしましても多くの異なる方が色に非常に積極的にスーパー積極的にやってらっしゃいますとってもいろんな方がいらっしゃいますアーティストが非常にパワフルなことをしていたりあるいは、えー、また普通の人たちが、えーえー、ファーブカフェとかいろんなことをやっていらっしゃるそしてまたそこに滞在してらっしゃるこういったことで構築していく生み出すことができると思います。 他に何かご質問あるかどうかスピーカーに対する質問ありますかそうですね多くの質問が来ていますこの中でま一つ,つの大きな質問にまとめたいと思います一つはですね興味深いのはファブカフェがこいろいろなところで都市で開催できるかどうかそしてクリエイティブシティのモデルというものを例えばそれを他の場所にも複製することができるかどうかという京都以外にもですねそういったことができるかどうかということです すなわちといっ例えば京都や日本におきましては人口は減少していますし少子化が進んでいますそういった中で問題解決に役立つかもしれませんそしてクリエイティブシティの波がそういった意味で役に立つかどうかという質問です。で諏訪さんこの質問に対してお答えいただけますかはい ファブカフェのコミュニティはコロナで、えー、苦しみましたしかし今ズームをご覧になってますよね皆さんそして YouTube も使っていますですから簡単に都市の問題はバルセロナ京都メキシコシチ、バンコクなどをつないで今は簡単に議論ができるわけですそして コロナ前とコロナ後そして今を比較してみますと今は実社会のコミュニティは苦しんでいるかもしれませんが我々のコネクションつながりは以前よりもずっと強くなったと思いますですから簡単に一つのトピックを議論できる例えば市のゴミの問題とか次のサステナビリティの問題を 例えば話合うことができるわけですですから新しいトレンドがあります我々のコミュニティの絆というのはうまくいっていると思います以前よりもうまくいっていると思いますありがとうございます牧野さん何かご意見ありますか私としてはこの梅工事の特徴ですけれども まあクリエイティブなエリアですが一つの特徴としては若い人がやってきているということですアーティストクリエイターなどの会社が集まっていますそして非常に多様だということはそれが2つ目ですそれから3つ目としては年齢層も非常に幅広いということですですからダイバーシティ多様性が非常に重要ですこの多様な雰囲気ということ これがクリエイティブタウンにつながると思いますそれが私の意見ですありがとうございますたくさんの他の質問もいただいてますまだお答えしていませんけれども申し訳ありませんがすでに六七分時間を過ぎてますのでここでプログラムを今日は終わりたいと思います 特に諏訪さんそして牧野さんそしてビクターそして遥さんにプレゼンテーションそしてさまざまな洞察をこの豊かになる会話にいただいたことそしてオーディエンスの方も非常に貴重なご意見に感謝したいと思います今日はご参加ありがとうございましたこれは我々のクリエイティブ都市イベントシリーズのエピソード2ですので 第三回目もお楽しみにまた TLDC はさまざまな都市のトピックについていろいろと見ていますですからウェブサイトをぜひご覧くださいあるいは SNS のチャンネル Facebook Twitter YouTube でもご覧になれますビデオもご覧になりますしまたこれまでのウェビナーの録画もご覧になれます今日は本当にありがとうございましたまた次の セミナーでお会いできることを期待しています皆さん東京からご参加の方良い夜をお過ごしくださいありがとうございました